初めまして、フリーのジャーナリストの横田と申します。音は聞こえておりますでしょうか？大丈夫ですか？はい。現在、アメリカ大統領選の取材のために、アメリカはミシガン州というところに住んでおります。で、今回は、私が書きました潜入ルポをアマゾン帝国に由緒ある新潮ドキュメント賞をいただきまして、本当にありがとうございました。まずお礼を申し上げる方を先に、お礼を申し上げますと、今回の実行委員の方々、ありがとうございました。選んでいただきました選考委員会の方々、どうもありがとうございました。そして本を読んでくださった読者の方々にお礼を申し上げます。またいつも、僕の仕事を支えてくれている、妻に感謝します。最後は、小学館の担当編集者である、今賞を受け取っても、くれましたけれども、酒井宏春さんにも感謝いたします。ありがとうございました。アマゾン帝国は、先ほど藤原先生がおっしゃった通りに、潜入するのは2回目でして、1回目が2002年で、今回が2017年ということなんですけれども、正直今回、1回目は自分でやったんですが、今回はあんまり潜入したくなかったんですね。潜入したくなかったというか、非常に秘密主義の会社ですので、誰も喋ってくれないと。この本を書くのにアマゾンの人とはほとんど喋ってないんですよね。で、ジェフ・ベゾスにも直接メールで取材を申し込むんですが、その断りのメールが来ると、その相手の企業を全く取材せずに書くっていうのを分かってたんで、非常に辛いなということで、初めはちょっと、別の題材にしないみたいな感じで言っておったんですが、どうして結局この本を書くことになったかというと、もう、これが多分アマゾン書くの最後のチャンスになるんじゃないですかというようなことを、担当者に言われました。どういうことかというと、先ほど藤原先生のお話にもあった通り、アマゾン出版界がどんどん大きくなっていって、今アマゾンの本を書きたいって、なかなかそれを引き受けてくれる編集、出版社というのはないんですね。2002年の時はまだアマゾン小さかったんで、小さな出版社でも受けてくれたんですけれども、今は、出版界において、もう圧倒的な力を持ってますアマゾンですので、それを書けるのはもうこれが最後ぐらいじゃないですかと言われた時に、あ、そうだなという気がして、この本を書くことに、決めました。で、実際本当にアマゾンは取材を受けてくれませんでしたけれども、AWS というところ以外は取材を受けてくれなかったんですけれども、なんていうか、取引先も取材を受けてくれないんですね。例えば出版社の話を書くときでも、守秘義務契約があるからとか言って、アマゾンの取引を教えてくれないと、教えてくれるところを探すのに歩き回るというような感じなんで、この手の、企業、アマゾン並びに、例えばユニクロなんていうのも秘密主義の会社ですけれども、非常に時間がかかるんで、時間がかかるんで、躊躇すると同時に実際やってみたら時間がかかって、非常にそこは苦労した点でございます。あと、この雑誌、週刊新潮にも書きま、の、受賞の方にも書かせていただいたんですけれども、
潜入ルポというのが、こういうノンフィクションの賞を取るのは多分初めてなんじゃないかなと僕自身思っております。業界で有名な話は鎌田聡さんが70年代に、トヨタの工場に機関工として働いた自動車絶望工場があるノンフィクション賞の 最終選考まで行きながら潜入という方法は卑怯じゃないかというようなことで、落とされたことがあるというように聞いておりますけれども、卑怯というのも、日本人的な危機感から非常に分かりやすいんですが、これがまたイギリスに行くとまた全く違いまして、その潜入取材大国みたいな国なんですけれども、卑怯なわけがないじゃんと彼らは言うわけですね。なぜならその まともに取材したってそのいいことしかやつらは言わないんだから、その潜入してしないとわからない事実を提供するのは、これはそのジャーナリストとして当然の仕事だよみたいなことを彼らは言うわけですね。それはなかなか日本とは違うなみたいな感じで、例えば BBC、本でも書きましたけども、BBC、日本であえて言うなら NHK ぐらいになるんですけれども、BBC も Amazon に潜入取材するわけですよね。だけれども、日本の NHK が Amazon に潜入取材するかというと、それはありえないので、BBC は潜入取材をしながら、その後普通に Amazon に取材してドキュメントを作ったりするという、非常に不思議な感じが あるんですけれども、また、そういう、今までちょっと、なんていうか、日陰のところにいた潜入取材という方法に、ここにを、評価していただくことで、またこれから後に続く人がもしかしたら出てくるのではないかというふうに思っております。本当に今回は、このような素晴らしい賞をいただきましてありがとうございました。